ド S 女子が言いそうなセリフ、ド M 女子が言いそうなセリフを想像でカメラに向かって言ってください。なんだこの質問は。ほら、どう？気持ちよくなってきたでしょ？とか、してほしいならしてって言わなくちゃ。とか、なんかね、ドイツの女性はね、こういうこと言ってそうです。どうなんだろう。もっとやってください。とか、やめて。待って、もう我慢できんよ。とか、M の女性はこういうことを言ってそうです。いや、言ってそうじゃないです。夏希はド M なので同じこと言ってます。何も恥ずかしい。何を言わせてるんですか？国が開発した薬がやらしすぎると販売が中止になりました。その薬を男女の被験者に飲ませるとどうなりましたか？具体的に教えてください。そんな薬開発しちゃあかん。じゃあね、私が発表したいと思います。今回、販売が中止になりました。国が開発した薬は、飲むとすぐに体が照り出して、すごいムラムラしてきちゃって、目の前の人とエッチしちゃったり、HP しちゃったり、自分の意識関係なく本能的に 男女ともにエロくなってしまう。いやー、らしすぎる薬です。なので、皆さん、買わないように気をつけてください。どうします？そんな薬やったら。もう目の前にいる人とね、もうやりたくてやりたくて仕方がなくなるお薬です。トラ販売中止になるわ。